毎度、白木ジロトです。今ね、WBC の世界ミニマム級暫定王座決定戦、はい、終わりましたね。重岡雄大対ウィルフレム・メンデス選手、まあ、前あ WBO のチャンピオンなんですけど、まあ、今回 WBC での王座タイトルの、まあ、暫定ですけど、決定戦で見事雄大が7ラウンドでね、KO 勝ちやね。すぐでしたね、7ラウンド。うん、すごかった。そうね、もうこの上がってる前に多分銀ちゃんの結果の動画も上がってると思うんですけど、雄大もね、同じ銀ちゃんと同じサウスポーで、でもタイプで言うとこう大きく構えてこうプレッシャーかけるんやけど、どっちかって雄大はもうなんかこう手を出さずとも圧でプレッシャーかけるタイプ。まあメンデスはこう体柔らかくしながらこう独特なリズムで、まあリーチのあるジャブ、ボディジャブとか打ったりとかして、まあそういうこうスピードがあってとかっていうタイプじゃないねんけど、まあそういう独特なリズム取る選手やねんけど、まあ1ラウンド目はね、雄大がもうどっしり構えてもう行くぞ行くぞみたいな、飛び込んでとか打ったりとか、まあ、その瞬発力もあって、まあ、パンチもあってね、本当銀ちゃんとはちょっとタイプ違うんやけど、雄大もパンチ力もあるし、その勢いのある選手やから、まあ、それに結構こうメンデスが面食らってる感じやったの。まあ、1ラウンド目は完全にね、雄大取ってて、ただ1ラウンド目も見てて思ったのと、2ラウンド目も見てて思ったのが、まあ、メンデスはその雄大のパンチ力だったりスピードだったり、あとは引き出し、そういうどういう攻撃にしてくるかとかっていう情報収集徹してたなっていう2ラウンド、うん、だから俺2ラウンド見てて案外あっさりいくかなと思ってたら、3ラウンドになってからちょっとペース上げパッとして、まあ、メンデスがちょっとこう下がらされてたっていう1ラウンド2ラウンドの動きじゃない、自ら足使っては手数も出して、ちょっとこうメンデスもこうペースアップして、雄大がこうやりづらいなっていう、ちょっとおっていう感じの展開になって、3ラウンド目はね、まあ多分おそらくメンデスにつけてるジャッジ多かったんじゃないかなっていうので、3ラウンド目からちょっとメンデスがペースアップして、で4ラウンド目もメンデスがうまくこう足使いながらうまく戦ってるなっていう感じだったけど、ただ雄大が空回りっていうよりも、まあ普通にこうお互いペースの取り合いみたいな感じになってたから、4ラウンド終わって自分の採点は39対37やったんやけど、雄大やったんやけど、まあ1人のジャッジがね、途中採点もあるんですけど、 WBC は途中採点は4ラウンド終えて1人は39対37で雄大、残り2社が38対38、多分おそらく1ラウンド2ラウンドは雄大につけて、3ラウンド4ラウンドはメンデスにつけた、うん、ただメンデスのラウンドや言うてもそんなこう一方的にメンデスがこうポイント取ったなっていう感じでもないねんけど、ただメンデスがやりたいことをやれてるラウンドやったなっていう印象が良かった。そう、印象点やね、こうパンチ当ててダメージ与えたとかそういうのじゃなくて、まあ、印象良かった、こううまくゲームメイクしてるっていう感じかな。ただまあ雄大もね、冷静に戦ってて、4ラウンドの途中再生聞いてからね、5ラウンド目からまたしっかり前の手でジャブでポイントを当て取って、3ラウンド4ラウンド目のちょっとうんっていう感じの展開やったのを、5ラウンド入ってすぐまた前の手でこう打開したなっていう感じで、こう雄大の良さだったり、それこそ後ろの手のボディも強いし、しっかり前の手でもボクシングコントロールして、またこうメンデスがちょっとこうやりづらいなっていうようなとか、やっぱそのちょっと雄大がギア上げた動きによって、メンデスがまたちょっとこうどうしようっていう中で、展開としてはまあ雄大がまあ優勢に戦ってて、で6ラウンド目かな、まあ、5ラウンド目はまあ雄大が取ったかなと思うんだけど、6ラウンド目にねダウン取ったね、近づいて左打ったんやけど、これがまあ当たらんかったけど、相手がバランス崩したとこをショート左でテンプルね、テンプル打ち抜いてたの左、結構ダメージはそれになったと思う。だから、まあ、雄大は多分狙ってたと思うし、近なって離れ際のこの瞬間のチャンスをしっかり見て打ち抜いてたから、あっぱれやなっていう、おダウン取ったって感じで、まあでもそこまでこうすごいダメージを負ったかっていうと、まあ、そこまでタイミング良かったから、メンデスもねダウンした時にもらってもらったみたいな感じのリアクションしてたから、あもらっちゃったみたいな。でもね、雄大ね、いやこれすごいのが思った、見てて思ったのが、7戦目で世界初挑戦で雄大がね、キャリアもそんな積んでるわけでもない7戦目の雄大がめっちゃ堂々としてるし、やっぱね世界戦のリングって普通のこうノンタイトルの普通の試合とのリングと全く違うくて、やっぱりベルトがかかった、世界のベルトがかかってる中であんだけ堂々としてるのに、そう見てて思ったね、雄大もこう気も座ってんなっていう、どうしようどうしようっていう焦る素振りもないし、しっかり途中採点を終えてからの5ラウンド目もペースアップしたりとか、そう引き出しの多さ見せたし、冷静に戦っててしっかりその展開を作ろうとしてるのはすごくよく出てたから、
で、まあ、6ラウンド目ダウン取った時に、あ、これ雄大、これ行くなって、あ、その時に、うん、まだこれちょっと怖いなって思うな。まあメンデス自体もそんなにこうめちゃくちゃハードパンチャーっていう選手じゃないっていうのが、まあ、あるからこそやねんけど、うん、はい、もう完全に6ラウンド目ダウン取ってからもう、あ、これ雄大の完全にペースで取ったなっていうのと、うん、まあ、メンデスがこうどうしようっていう、それがより濃く見えたなっていう中でね、7ラウンド目ね、開始10秒ぐらいかな、すぐです、飛び込んで左の後ろの手のボディ、うん、でもスローモーションで見た感じドンピシャでもらったわけじゃないんだけど、うん、この辺かすってんの、こう、後ろ側これね、かすってあれだけのダメージ与えるのね、ほんまにパンチ力ないと、あと、まあ、タイミングももちろんないんだけど、パンチ力、俺よく雄大とね、今回、まあ、スパーちょこっとやって、あのスパーやって思うのがめちゃくちゃパンチある。あの俺は銀ちゃんよりも兄貴の雄大の方がやりづらいし、うん、パンチあるよね。そうなんです、ね、それがね、7ラウンド開始10秒ぐらいで飛び込むみたいな、左の後ろでこのボディワンパンチでね、心折ったね、うん、これで10カウントやったけど、弟の銀ちゃんと同じボディで仕留めて、うん、いや世界戦のリングでボディで倒すってね、めちゃくちゃ難しいからね。そうです、心折らんと立ち上がるからね、意地でも、うん、折ってたね、完全に全然違うもんなんです。だから全チャンピオンやのにこうやってボディで倒したのはすごいですね。まあ結果良かったし、とりあえずね、同時で兄弟初の同級同日世界王者っていうね記録打ち立てたけど、まあ、これからがね、まあ、お互い暫定やから、まあ、正規王者と統一戦とかも多分支持されると思うし、まあ共にね WBC やったらタイのパン屋選手、まあ、タイに行かなあかんかもしれんし、それこそ銀ちゃん IBF はね、メキシコバラダレスのもし統一戦でなったら敵地認定ってなるかもしれんし、まあ、俺も敵地で世界戦やった経験あるけど、相当日本でやるよりも調整も難しいし、そういう困難な道で切り開いていく、かつ歴史的な快挙を成し遂げる選手兄弟だと思うんでね、僕はずっと期待してるし、もう本当に渡辺来た時から、あ、こいつら絶対世界チャンピオンになるなって思ってた通りチャンピオンになったから楽しみやね。しかも雄大はね、俺が好きな緑のね WBC のベルトよ、かっこいいな。あとこれ、ほんで渡辺ジム歴代の世界王者初めて WBC のベルトをダッシュして、これで4団体全部揃えてるよ、WBA、WBC、WBO、谷口、IBF、まあ、銀ちゃんも IBF、4団体全部渡辺ジムにある、ジムから見ても4団体全部、だからもう会場嬉しいと思う、うん、で俺も嬉しいし、何よりもやっぱ会場は絶対世界チャンピオンを作るって言って掲げてて、4本全部取ってるからね、あっぱれやね、すごいです、まあ、これからね兄弟でね、このミニマム級っていうクラスやけど、どういった試合をしてね歴史を作っていくか分からんけど、まあ、僕もね今ケツ叩かれた思いなんで、ね、今日が4月の16日やけど、僕も5月20日に再戦決まってるんで、僕も頑張りたいと思うので、皆様応援よろしくお願いします。とりあえずね、今渡辺ジムに世界王者がやっと2人誕生して、これからまたどうなるかですけど、自分もまた返り咲けるように頑張るので、皆様もよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。